伊勢のでカンカンサイ梅です。ジュです。ルナです。キモいルナちゃん、ポーちゃん締めっこうかな。そうだね、可愛がってるからすごく。おう、第2回、はい、サッカー系 YouTuber ワンピースキャラクターの演奏を行います。南。おう、ちょうど1年前にですね、達也さんとサッカー系 YouTuber をワンピースキャラに例えていくという、はいはいはい、そう面白い企画をしたんですけど、はい、本当に詳しい人、彼はあの、ズンヤと言いまして、はいはい、TikTok でですね、ワンピースの巻を言えばその巻の表紙全部言えるんですよ。例えばなんか数字言える？ B B B31巻は、ありがとう。31巻は、あの、茶色の表紙でね、あの、ノーランドとカルガラがおって、目の前にルフィ、チョッパー、サンジが、あの、嘘つきノーランドっていう本を読んでるっていうね、鐘を鳴らして君を待つっていう名言があるですね、あの、巻でございますね。空島編のところです。はい、10回できた。1個言った。おう！で、彼は今、ウィナーズのメンバーなので、はい、サッカー系にもまあ、詳しくなってきてますし、はい、で、ワンピースも詳しすぎるので、今回は第2弾で、純也にいただきたいなというふうに思っております。前回のまだ見てない方は概要欄に達也さんのやつも載せておりますので、達也さんのはこんなんだった、純也のはこんなんだったっていうのをいろいろこうね、言っていただきたい。時代変わってるからね。はい、時代変わってます。あの時はまだウィナーズがなかったし、うん、あの時ジャイさんとかリズムが入ってなかった。そう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 。うん、では、第2回やっていきましょう。よいしょ。はい、ということで、やっていくんですけども、お願いします。先生お願いします。はい、任せてください。僕はですね、あの、女性ですか？女性じゃないです。傷の匂いがする。おう、はい、まあですね、あの、やっていくんですけども、はい、まあ、僕正直、あの、サッカーより男性ワンピースの得意です。はい、はい、ですけども、ずっとね、あの、実は僕漫画系のチャンネルやってたんですよ。ほうほうほう。はい、で、今僕はあの、自分のチャンネルやってますけども、サッカーじゃなくて、その前はずっと漫画系やってたんで、サッカー系 YouTuber そんなにちょっと詳しくなくて。なるほど、逆にね、はい、逆にね。で、あの、言っていただいてから結構探ったんですけど、ちょっとまあ漏れてるのとかも結構たくさんあると思うんですが、うん、僕が目に映ったものプラス、あの、優先順位としては僕とこう接したことがある人っていうのをベースに、考えております。なるほど、はいはいはい、めっちゃ楽しい。いい、いいね、もう楽しいね、うん、もう楽しい。仮にその怒ってきたサッカー系 YouTuber がいても、俺がトップオブザトップやから芝居助けありますじゃあ言うとるぞ。ありがとうございます。おう、はい、で、作品の構成、はい、アーセー、うん、アーセー構成ね。ちょっと、あかんわ、ほんま緊張してるんで突っ込めないですよ。頼むっすね。はい、頼むっすね。はい、作品の構成、はい、まず重視して、その次に、まあ、人間性、キャラクター。なるほど。だから、前回の達也さんの時は別に、そうそう、白ひげの性格が俺の性格とかではなかったやん。そうそう、立ち位置だけを考えてたやん。イエス。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、そうなんです。今回は人間性も含まれると。おぉ、誰がドフラミンゴやの、これ。いや、迷って顔月光盛りやけどな。まあ、これ見てもらったら分かるように、多分ね、達也さんはこっち重視してたんですよ。まあ、もちろん数も重視してます、うん、ただ、そうやったらなんか僕がやってる意味がないかなって思うので。おー、すげー、はい、僕がやるってことは、このワンピースの世界観も大事にしたいので、今日伝えたいことは、一つが、そのサッカー系 YouTuber って今こんなに盛り上がってますよっていうこと、うん、で、二つ目として、ワンピースってこんなに面白いんですよっていうのを、この二つを、今日はちょっと見せたいなと思ってます。やったー、このセミナーに参加して本当によかった。本当に良かったです。おう、ですね、ワンピースの世界っていうのは、三大勢力っていうのがあるんですよ。おお、はい、それが、まあ、四皇って、まあ、有名ですよね。四人の皇帝ですよね、海賊がいますと。で、その四皇を引き止めるために海軍がいて、そして、七部会がいると、うん、で、この三角形成り立ってて、海軍と七部会っていうのは世界政府が持っている組織であると、うん、いうことを念頭に、まず見てください。はい、まず今ジャンプ編で盛り上がっております、魔の国編で盛り上がっておりますカイドウ、はい、はい、強いよね。強い。今のところワンピースの世界多分ね、最強です、うん、はい、ほうほうほう。これ誰だと思います？ヒカキン。あんただよ。これですね、俺らの。どういうこと？マキ君です。お前カイドウな、はい、嬉しい。よう怪我してんねん。よう怪我してるけど、マイクカイドウです。今のところやった、まあ、やっぱね、 YouTube のサッカー界においてはやっぱカリスマなんですよ、うんうんうん、で、なおかつカイドウって何の見た目って分かりますか？竜。そう、竜の能力。竜って何色ですか？青。そう、彼、水色とカイドウと全く同じ色のスパイク履いてるんですよ。ほんまや、すごい。待ってくれ、めっちゃいいな。すごい、すげえ。
書いてる。すげえ。で、カイドウには実はバカ息子と呼ばれる娘がいるんですよ。ああ、何だっけ？ヤマト。ヤマト、そうです。おっぱいのや。これね、ベビヒカです。おお、チビヒカ。ああ、なるほどね。チビヒカです。もう彼はサッカー YouTuber なんや。そうです。途中でだから。うちの子供です。性別変わるかもしれん。これね、チビヒカなんですよ。よっしゃ。え、チビヒカって性別どっちですか？男です。あ、違います。女です。え？あの、ついて俺がいつも洗ってるやつあるんだよな。なんか、余ってるんじゃん。でですね、この百獣海賊団にはカイドウの右腕がいるんですよ。キングさんっていうんですよね。黒のやつ。ああ、あいつや。あいつ、本名アルベルって言います。へえ、キングじゃないんだ。アルベルなんや。アルベルって言うんですよ。このアルベルってね、結構敏腕なんですよ、うん、ほうほうほう。けど、なんでしょうね、拷問好きっていう、ちょっと何でしょう、サイコパス気質。なるほどなるほど。これは達也さんです。おお。達也のサイコパスだよ。達也チューブ、達也さん。まあまあまあ、サイコパス最近出てきてるもんね。はい、撮影にクワガタ持ってきてたから、うん、生きてる。その辺におるクモ食うてたもん。うん。だからね、めっちゃね、強いんですよ、彼。うん、本当にね、あの、僕もさっきこの前ちょっと1対1させてもらったんですけど、めちゃめちゃ上手かったです、やっぱり。なるほど。はい、まあ、テクニックもありますと。で、このキングっていうのは、まあ、そのカイドウの部下の三災害と呼ばれる、お前そうじゃん、三災害の一人なんですけど、このキングのですね、クイーンってやつもいるんですよ。まあ、こいつも同じぐらい悪いやつで、転職金も13億ぐらいなんですけど、体型がね、こう、こういう感じってことは、ブラキオね、ブラキオ、はい、ブラキオ、これキジ君です。はい、あいつはそんなにすごくないです。13億もないです。13億もないですか？借金や。昔のアルビだよ。おう！百獣海賊団の中では結構ね、ボケつつも、でもツッコミ役でもあるんですよ。なるほど。で、これとね、実はサイボーグで結構メカニズムに詳しいと、うん、まあ、要は手先器用なんですよ、うん、ただ、サンジュと戦ってる時に自分透明人間なのに足音してしまって、で、バレてしまうっていう、おっちょこちょいな、おっちょこちょいなところがあると。似てる。まあ、要はね、あの、僕いつも見て思ってるのは、ツッコミは上手なんですけども、たまにこう雑なツッコミする時あるんですよね、うん、はい、よく見てらっしゃる。はい、雑やなっていう時あるんで、ね、見てくれてるわ、はい、先生、ありがとうございます。じゃあ、現在このワンピースにおいて、あの、もう世界最大の海賊同盟ができてしまいました。おわー、はい、新脇彦、まあ、出てきてない人いるもんね。いますよね。そう、カイドウとビッグマン。はい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 、めっちゃ似てる。めっちゃ似てる。これほんまスイーツ買わない、ほんま死ぬからな。はい、ビッグマムですね。あれ、これもね、梅ちゃんです。俺ビッグマムやってさ。嬉しい、43億8000来たよ、ファミリー。すごい、マジ。まあ、やっぱり先日10万人ですね、突破、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、10万人突破したということでね、まあ、大台でございますよ。でもね、彼ですね、最強っちゃ最強なんですけど、あの、本気出すときにですね、自分の寿命を減らすっていう割とリスクを起こすんですよ。おー、はいはいはい。で、その時になんかね、目とかね、ここら辺からね、煙出てるんですよ。まあ、要はタバコめっちゃ吸うんですよ。いやいや、なるほど。3時でええやん。いやいや、ダメダメダメ。ビッグマン、そう、ビッグマンなんですよ。で、まあ、ビッグマン海賊団って家族で構成されてて、長男がね、ペロスペロってやつがいるんですよ。ペロスペロ、この人って懸賞金7億あって結構強いんですよ。強いな。で、すごいね、バランス取れてるんです。攻撃力、防御力、そして機動力もめっちゃすごいんですよ。おー、まあ、要はそのビッグマムのホールケーキアイランド編の時にビッグマムを守ったのはもうこの人なんで。おる？お前の手下でそんな、はい、あるやろ。ただ、ただですよ、ものすごいね、おっちょこちょいなとこもあるんで、これね、あの、フォークです。うわぁ、スペロスペロまであいつ上がったか。前、はい、あいつやったのに、スクワードスクワードから、はい、で、これで長男で、次男肩栗おる。肩栗おるんか。辻本龍君です。龍が肩栗。龍肩栗よ、あいつは。これね、皆さん、リゼムとのコラボ見てほしいんですけど、えぐいです、この人。うまいね。あ、確かに。イングランド式中途対決見てたんですけど、めちゃくちゃもうね、リゼムと何の遜色もない俺のくらいのうまさがありましたので、はい、まあ、肩栗ですね。まあ、ペロスペロと、まあ、ちょっと仲もいいですけども、もうこっちはね、もう、元滝川第二です。そうですね。ね、そうやね。それで言うと、まあ、ビッグマム家族っていうか、プラムワンっていうソサイティチームよね。そう。プラムワンなんですよ。つながってありがとうございます。そういうことか。ありがとうございます。素敵なんだよ。4校の2つが出たって。ここのね、ここを海賊同盟したと。同盟軍団や。チームマキヒカですよね。
はい、続きまして、うわこれかシャンクス。じゃあ一緒に発表しましょう。シャンクスがいて、シャンクスのまたこれもね右腕ナンバー2がいます。ベン・ベックマン。うわそうです。いやそうです。純也の好きなキャラ。そう、もう激渋、口数も少ない、ただ実力はやっぱあるんですよ。なるほど。キザルを止めてたんで、うん、確かに。これこの2人でレガテドリブル塾です。うわーやっぱ今回もそうなるんか。やっぱり、うん、はい、あのサイコパスね、帽子とか腕とかなくなっちゃった移動もするしね移動めっちゃします。移動そう、ありがとうございます。そうなんです。お前すごない？すごいお前もそっち出せよもうで、これね、シャンクスってもう第1話で分かってるんですけど、あのかっこいいんですけど、結構おっちょくちょい、抜けてる点々なのがあるんですよ。そう、なんていうかというと、その懸賞金800万ベリーの、まあ、雑魚と呼ばれるこのヒグマですよね。ヒグマに逃げられてるんですよ、煙幕で。アホやな。覇気使えるはずやのに、うん、ほんまにな。見聞色で、うん、まあ、逃げられるぐらい。アホやな。まあ、やっぱり自分のこう部屋を何回も間違えるぐらいのやっぱタクヤが、ね、確かにね、はい、で、これ面白いのがシャンクスって実は子供いるんじゃないかって言われてるんですよ。えおーおーおー、そうなの。タクヤ君子供いるんですよね。お二人いますね。二人いるんですよ、うん、これシャンクスって実は牧野さん一巻出てくる1話の酒場の人と子供を産んでるんじゃないかと言われてるんですよ。うわってことはやってるってこと。やってるってこと。やってるとか言うなわざわざ。あまあ、ベン・ベックマンもやっぱ渋いっすよね。翔ちゃん、口数少ないけど能力高い。そう、うわ出た、これやばいで、ね、一番悪いやつやん、こいつなんか。これは、ナッサンでございます。ナッサン、ナッサン、ナッサンって言うなよ、ご覧のところ。これね、まあ、やっぱり闇闇の実の能力者、うん、まあ、めっちゃ強いです。プラス、グラグラの実を、まあ、白ひげの持ってるっていう意味で、まあ、めっちゃ強いんですけど、もうこの能力を得る前からシャンクスに傷をつけてるんですよ、うん、シャンクスって目に3本傷あるんですけど、うん、あれつけたのって黒ひげなんですよ。そう、これね、たこ焼くん削ります。あ、え、な、そういうこと。そう。続きまして、この人って言ったらお宝興味ないんですよ。でもそのお宝いらん代わりに欲しかったものがあるって言って、うわ、どれか分かったわ。それが家族なんですよね。うわすごいわ、つなげ方うまい。うん、で家族ってことは、うん、包み込む愛、うん、白ひげ、身長なんとあの666センチあります。これジャイアント和樹さんです。うわちょっとまあなんでしょうね、親父感強いんですよ。まあまあそうやな、うん、確かに。僕実はあの横浜たけるっていうジャイさんのシーンがあるじゃないですか、はい、あれ僕毎週実は練習参加してるんですよ。えお、だから結構ね、関わりあって。なるほど。ジャイさんってもう全然来てよみたいな、うん、でこういうのあるけどどうっていうのをめっちゃ提案してくれるぐらい、うん、優しいね。すごい優しい人なので。おやさん、でこのマルコと白ひげ僕結構関わりあるんですよ。えっていうのもマルコ本人と。あー違いますね。びっくりした。合ってるかなって、羨ましいと思ってサインもらう。関わりあるんですよ、はい、で、マルコなんですけど、これね、白ひげ、まあ右腕ですよね、うん、ほうほう。要するに、この人を影で支えてる人ですね、うん、マッスーやん。じゃあまあ、マッスーもそうなんですよ。サニトレやそうです、ね、えサニーさん。サニーさんくらいの声。サニーさんサニー子、サニー子違います。ややこしいな、マルコ、サニーで、ジャイアントで、白ひげで。サニーさんは、まあ一応トレーナー、はいはいはい、なるほど。そしてサニトレ、ね、まあ、支えてるんですけど、うん、マルコって何人者か知ってます？鳥。合ってます。水色。合ってます。ここだけ毛入ってる。合ってるかな。よいよい、合ってる。メガネなんかダサい。医者や。医者なん。医者なんですよ。この人も医者なんですよ。え、そうなん。サニーさん医者なん。サニーさん病院で当たりました。え、もともと行こう行こう。サニーちゃん医者ない。サニーちゃん医者。おいビッグマム。マム。はい、じゃあ続きまして、ホオズキおでん。おでんよ。これも来てるからね。昔の方です。まあ僕のことを傷つけた方ですよね。まあカイドウを攻撃してるからね。うん、カイドウにその唯一傷つけた。まあ、要は四皇以上の強さを持ってるんですよ。うん、ただ。なんでしょうね、その流派がわからんというか、
この侍としてこの世に出てきた、まあ、その鎖国国家やったんで、うん、だから本当でね、白ひげ海賊団の2番隊隊長に出た時に、あ、なんやこいつっていう感じで世界中が驚いたんですよ、うん、なんやこんな和の国の侍、誰こいつみたいな、うん、でもめっちゃ強いらしいみたいなっていう風に世間を驚かせて、あっという間に有名になったウンパルンパなんです。うわー、確かに顔もおでん顔やわ。どこがやねん。あ彼は、まあ、やっぱ四皇レベルなんですよね。そうですね、うん、で、ウンパくんって本当に人脈すごくないですか。あ、すごい、すごいすごい。まあ、お二人もすごいんですけど、ウンパくんってなんかね、すごいすぐ懐に入るというか、うん、いろん なんかサッカー選手とも知り合いやしみたいなところで、うん、世界の秘密を知ってます、この人は。お、確かにね。ウンパは絶対知ってる。ウンパはね、秘密を知ってるんですよ。ちょうどこれの動画撮ってる昨日、ヒカキンの動画で出たね。出てた。え、すごない？ウンパやっぱ可愛いしね、うん、人望も熱いと慕われるしね、いろんな人に。そうそうそう、うん、はい、っていうところで、まあ、結構ね、まあ、ビナーズの人も出てきたんですけど、今、まあ、ワンピースの世界で再登場が激アツじゃないかと言われてる人がいるんですよね。はい、これですね。誰や、まあ、これは言うたら月ですね。月、エネルや、エネルや、エネルです。エネルや、出てきてるの今。出てくるんじゃないかと、出てくるんじゃないかって言われてる。っていうのも、まあ、かつてね、ボスとして現れましたけども、ゴロゴロのみっていう最強の、うん、最強じゃない、最強の能力持ってるんですよ、うん、で、あのワンピースの核心に迫るんじゃないかって言われてぐらいの月の遺跡に今住んでるわけですよね、うんうんうん、で、いずれ登場すると言われてるんですよ、うん、再登場が激アツ、これね、ケイスケなんです。あー、なるほどね。ホンダの違いますね。ウィナーズからサガントスに移籍したケイスケ君、戻ってくる可能性あるかもね、ウィナーズに。そうそうそう、顔も似てるしね、ネルと、うん、イケメンで耳も似てる、うん、え、気まずいかもしれない。あう、はい、っていう感じで純屋式いいな、うん、おもろい、っていう感じですね。これが大体のまあ四皇と呼ばれる部類の人らでございます。おでんって白ひげの船乗ってたっけ。そうですね、ああ乗ってたな。ジャイさんとウンパ関わりあるもん、うん、今ね、タケルの練習もたまに参加してるんですよ。うわっ、僕と繋がって、繋がってたりするんだ。おでんとマルコもだって会ってんもんな。マルコとも関わりあります。ほんまや、そうそうそう、すごいわ。でもまだリゼム出てきてないし、そうやね、アユム出てきてないし、アイちゃんも出てきてない。出へんやろ。出るやろ。あう、アイちゃん予想せえへん。カープのとこでなんかお母さんみたいな、昔ルフィとさ、ダダン、ダダンダダンや、アイちゃんダダン。山賊園顔似てる。似てない。